皆さんこんにちは。これまで人間の空想からは数々の架空の世界が生み出されました。それはハイテクの世界であったり中世の世界であったりしますが、私たちはどれも同じぐらい大好きです。しかし残念なことに、作家たちは地理や地政学、神話、言語学のことは丁寧に書くのに、生物学のことは忘れてしまいがちです。惑星も天文学の視点からすればどれも同じようなものばかりです。SF 作家たちはたまに頑張ったりしていますが、ファンタジーに出てくる世界の 99% は揃いも揃って地球のコピーです。皆さん、このチャンネルをご覧いただきありがとうございます。私たちはコピーではありませんから心配しないでくださいね。しかし私たちとよく似た生物、同じく炭素生物で最も進化した存在としてのヒューマノイドを有する生物にとっても、惑星が地球をそっくりそのままコピーしたものである必要は全くありません。その上、このように考えると地球は特に優れた選択肢というわけでもないのです。地球は小さいですし、大気が薄いために宇宙放射線や様々な大変動にやられやすいのです。もし大気で燃え尽きるには大きすぎる小惑星がぶつかってきたら、恐竜だって絶滅するくらいです。地球は表面積も小さいので土地が足りず、その端くれをめぐって戦争なんかが起こってしまうのです。一言で言うなら、地球が今よりも数倍大きかったら何もかもうまくいっていたでしょう。そしてそのような惑星を天文学者はすでに知っているのです。それはスーパーアースと呼ばれます。スーパーアースは地球よりは大きいですが、巨大ガス惑星よりはずっと小さいですし、それらとは違い表面は普通の固体です。大きな関心を集めているのはハビタブルゾーンに位置するもので、しかもそれほど大きくはなく、せいぜい 1.5 から2倍の大きさのスーパーアースです。例えばグリーゼ 667C やロス 128B、 クジラ座タウセイ E などがそれに当てはまります。これらのスーパーアースで見られる生物は一体どんな姿をしているのでしょうか。あるいは、もし私たち自身がそのような惑星に住んでいたとしたら、一体どんな姿をしていたのでしょうか。気になりますよね。それでは始めましょう。ケンタウロスにとっての楽園。多くの SF 作品において重力が強い大きな惑星の住人は、大抵ファンタジーに出てくるドワーフのような背が低くてがっちりとしていて体の強い生き物として描かれています。しかし実際のところ、私たちはトールキンの本に出てくる背の低い顎ひげを生やしたかっこいい小人たちのような姿にはなっていなかったでしょう。ここで何が問題になるかというと、直立二足歩行は常に重力との戦いだということです。二足歩行というのは実は地球でさえ大変なことです。動物界において子供を産むときに人間の女性ほど強い痛みを味わうメスはいません。動物は人間と比べて移植道逆流症や骨軟骨症、脊椎側弯症、椎間板ヘルニア、頸椎症性神経根症、静脈瘤、扁平足などの病気にかかることが非常に稀です。これらはすべて直立二足歩行の代償なのです。地球の重力下においては、これらの問題は引き換えに遠くまで見渡し、手が空いていろいろなことができるようになるのなら許容できる代償でした。これらは進化上の利点を打ち消すことはありませんでした。しかし、重力が 2、3 倍強くなれば、問題は凄まじく増えていきます。かわいそうなドワーフは常にどこかを痛めている病気がちのか弱い生物になってしまうでしょう。このような生物は自然選択の下では生き残れません。進化上の利点を享受するのはまた違うタイプの生き物です。小さくてすばしっこく、半分直立二足歩行をするとでも言いましょうか。古代ギリシャ神話に出てくるケンタウロスのような生き物は候補として悪くありません。3対ある手足のうち2組は体を支えている太く短いがっしりとした足で、残り1組は細くて繊細な手です。このような作りだと体にかかる負担がより均等になります。これにより重力のせいで体重が3倍になるような条件下でも直立二足歩行に伴う問題を解消することができるのです。惑星規模の熱帯。大きい惑星にはおそらく強い温室効果をもたらす濃い大気があります。これはつまり気候帯が全くないか、あるいはほとんど目立たないということです。
季節もおそらくはないでしょう。ここからいくつかの結論が導かれます。第一に人種の違いが少なくなるということです。コーカソイド、モンゴロイド、ネグロイドといったホモサピエンスの主な人種は、それぞれヨーロッパの寒冷な森やアジアの乾燥したステップ、アフリカの熱帯で形成されたものです。惑星全体が亜熱帯に覆われている場合、住人の表現型に対する環境のそのような影響は見られません。第二に、より多くの場所で文明が発生するということです。地球において恩恵を享受したのは、中東の肥沃な三日月地帯や中央アメリカなど原始的な農作に適した気候の比較的小さな地域に住む人々でした。北極の荒れ地や砂漠における農業の発明なんて論外でした。これらの地域の住人たちは新たな文明を真似て、そのアイディアを独自に発展させていきましたが、文明を作ったのは彼らではありませんでした。スーパーアースにはユーラシア大陸数個分の広さを持つ巨大な大陸があり、気候も均一なわけですから、様々な文明や文化が独自に生まれるにはうってつけの場所なのです。第三に、紛争を引き起こす別のきっかけが存在するということです。氷に覆われた荒れ地や不毛の砂漠、マラリアが蔓延する森林などから、より良い場所を求めて近隣の文明に押し入るような乱暴者は一人もいないでしょう。一方、それぞれ独自に発生した何十もの文明の間には、文化的価値観や宗教、発展レベルなど非常に大きな違いがあるはずです。これは頻度こそ少ないものの、より多くの流血を伴う凄惨な戦争が起こるということを意味します。その根底には価値のある資源を手に入れたいという願望以外に排他主義があります。土地は十分すぎるほどありますから、大航海時代は何千年も続くでしょう。豊富な資源や邪悪な存在をその汚らわしく横島な知識もろとも滅ぼすために、たびたび繰り広げられる戦争とともに、これは文明の発展を妨げる要因になるでしょう。耕作に適した土地に囲まれているのに、一体なぜ土地を耕す技術を向上させる必要があるのでしょうか。ある鉱山で鉱石が尽きたら別の鉱山に行けばいいだけの話なのに、一体なぜもっと深い坑道を掘る必要があるのでしょうか。少なくとも鉄筋コンクリートやその他の頑丈な素材を使うレベルにまで文明が発達するまでは、強い重力下における建設作業は非常に難しく、資源を大量に消費するということは言うまでもありません。天文学？何それ、美味しいの？どこかの哲学者は、初めて星を見た時、人間は動物でなくなったという言葉を残しています。もしこの賢人がスーパーアースに住んでいたとしたら、また別の基準を考え直さなければいけなかったでしょう。なぜなら私たちは最も明るい星を除けばほとんど星を見ることができないはずだからです。星から発せられる光は厚い大気の殻を突き抜けることができないのです。ですから星の観測はほとんど行われなかったでしょう。これはスーパーアース人の新聞にはホロスコープがないということだけではありません。初期に発生した文明の人々は、星を見ながら季節の移り変わりに関する情報を集めたり、数学を発展させたり、長旅において自分の位置を把握する目印にしたりしていたのです。ここではシリウスが昇っているということは、時期にニール川が氾濫するから、そろそろ種まきの準備をする頃だ、のような予言などは全くありません。もちろん、例えば単に日にちを数えるといった方法でも、人々は遅かれ早かれ、自然の合法則性を明らかにすることはできたでしょう。ですが、それにはもっと時間がかかっていたはずです。つまり、文明の発展を妨げるもう一つの要因です。今日のところはここまでです。皆さん、ご視聴ありがとうございました。まだ触れていない問題がたくさんあります。例えば、強い重力の下では大きな建築物の建設が困難であるため、荘厳なお寺や宮殿は産業化の時代まで見ることができないだろうといった問題や、あるいはスーパーアースは濃い大気に覆われており、表面にはわずかな太陽光しか当たらないため視界に問題が生じるだろうといったことです。航空産業や宇宙産業に取り組むのも困難でしょう。ですが、私たちの主な考えはお伝えしました。スーパーアースは小さな地球よりもはるかに安全に生命が暮らすことのできる理想的な温室です。しかし、快適な生活のためには文明の停滞という対価を払わなければならないのです。
私たちの動画は広告で全て賄われていますから、何も払う必要はありませんよ。ご理解いただきありがとうございます。それではこの辺でお別れしましょう。また遊びに来てくださいね。さようなら。